皆さん、こんにちは、遠藤です。11月22日火曜日、大引けを迎えました。今日のトレードは皆さん、いかがでしたでしょうか。今日の日経平均は続伸となりました。朝方、開戦後は下値を支えられる展開が継続。特に5番は薄商いの中ですね、高安64円と狭いレンジを推移。結果、プラス170円の28,115円と、再び終値ベースで28,000台を回復して着地をいたしました。テクニカル面では、こちら、日足チャートにて、ロウソク足は75日線の上に位置するものの、明日の祝日前の今日の上髭に加えですね、マックリはデッドクロス中、3営業日目となります。週足チャートにおいては、一目均衡表は逆転中。揉み合いが継続をしております。以上から今後の戦略として、スイングトレードにおいてはトレンドが成立している銘柄、買いにしても売りにしてもですね、短期勝負として見ていただくか、または日をまたがないデイトレードにて、我々のルール重視守っていただいてですね、本日の注目銘柄のようにトレードされますことをお勧めいたします。なお、この YouTube チャンネルでは、今後も皆さんにとりまして有益な情報を発信してまいります。チャンネル登録がまだの方は、今すぐこちら、登録をしてください。最新の情報を皆さんに素早くお送りすることが可能となります。また、今ご覧になっている方は、いいねボタンですね、こちらのボタン、一度押してください。お願いいたします。次に、本日用として挙げました、デイトレ注目銘柄の振り返りを行いまして、その後、あさって用のデイトレ注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。今日は朝8時45分から価値株会員様向けの全場デイトレ生配信がありました。今日注目銘柄は追加銘柄含め7銘柄で臨みました。6658白井電子、9227マイクロ波、3323レカム、5408中山製鋼所、4395アクリート、2936ベースフード、3498霞ヶ関キャピタル、この7銘柄、そのうち休日として2銘柄エントリーポイントありましたね。中でも白井電子は複数回エントリー可能なタイミングがありました。生配信中にトレードされた会員様の半数以上の会員が利益確定のトレードとなっておりましたね。その白井電子から見ていきましょう。こちらは朝方、この上げの場面、そしてですね、5番もタイミングありましたね。そして3498、霞ヶ関キャピタルです。歩み値を見ながらの、大口とは言いませんけれども、買い物が入っていた場面、結果的にですね、放送時間終了後、それを消化したということですね。どうで逃げられたかどうかということになります。結果的に前場の一段上昇のタイミングが、エントリーポイントということになりました。その他の5銘柄、9227、今日こちらですね、マイクロ波価格ストップ安で終えております。エントリーポイント、買いではエントリーポイントありませんでしたね。そして3323レカム、こちらもポイントありませんでした。5408中山製鋼所、こちらもエントリーポイントありませんでした。4395アクリート、こちらも同様ですね、エントリーポイント、場中上抜けする場面がありましたけれどもね、エントリーポイントはありませんでした。そして2936ベースフード、こちらは空売り戦略ということで、上髭陰線、かなりいい形となりましたが、あとわずかというところでしたね。これら5銘柄はポイントなく推移しました。その他、会員様独自で見ている個別銘柄ですね、ストップ高まで取れる、できた方、利益確定報告もありましたね。まさにナイストレードができておりました。トレード結果を見ても、ロスカットとなった方でも 0. 数パーセントと、損失を最小限に抑えることができておりますので、これはナイスロスカットと言えます。今回、利益確定できた方は自信を持っていただきながら、あさってもルール遵守で冷静に判断し、トレードに臨んでいきましょう。本日、注目銘柄でトレードされ、利益確定された皆様、お疲れ様でした。おめでとうございました。次に、あさっ
って用の注目銘柄を紹介いたします。あさって用の注目銘柄は現在5銘柄で見ております。なお勝ち株の会員様向けの8時45分からデイトレ生配信がありますので、また銘柄を追加したり入れ替えることがありますことご了承ください。それでは一つ一つこちら見ていきましょう。まず一つ目、4937和空の回戦略ということになります。今日は 28.95% ストップ高となっております。128万2200株、宮城町の内海注文分35万6600株。この寄ってからのドスーンの下げの動きもありましたが、結果的にストップ高で終えております。決算内容はですね、悪かったもののですね、そのタイミングで、まあ、好材料を出してきたということで、以前の6月のですね、いわゆる湘南美容案件ということですね、まあ、それがまだ再びということでストップ高になっております。まあ、その後ですね、その以前のストップ高つけた場面がありましたけど、その後高値掴んだ人たちは数ヶ月間含み損を抱えた状態となっておりますので、あさってギャップアップでスタートした場合、高値掴みとならないようもしなった場合には、掴んだと思ったら即逃げるようにですね、行っていただかないと塩漬けとなってしまう可能性もありますことを頭の中に入れておいてください。枠です。そして2つ目、2307クロスキャット、ギャップアップスタートしてから大きく上げていきました。今日はプラス 17.09%、 商いも伴っております。258万7200株、今日の高値は1時23分につきました1670円。このわずかなヒゲを消化する強さを見せるか、クロスキャット見ていきましょう。3つ目、5202日本板ガラスです。こちらは日経平均採用銘柄となります。今日は603円大きく上昇しました。直近の高値どころブレイクしていきましたね。プラス 9.63%、 商いも入っております。333万6000株、この上げ、今日の大きな陽線をさらに上にブレイクしていけるか、あさって注目をして板ガラス見ていきましょう。そして4銘柄目です。2767つぶらやフィールズホールディングス、また再びこちら出していきます。今日は2267円プラス183円プラス 8.78%、 大きく今日も上げていっております。11月と高値はまだ更新をしておりません。場中高値はまだ抜けておりませんが、この勢いがあさってさらに出来高伴いながら入ってくるようであれば狙っていこうということを見ております。今日つけた高値は大引け直前につけました2時59分2277円となります。それから10円ほど下げて着地をしているということで、2277円をさらにブレイクすることができるか、フィールズ見ていきましょう。そして最後5銘柄目です。6768田村製作所、昨日に続きギャップアップスタートしてから売り寄せる場面ありましたけれども、それを消化する強さが見られましたね。そして一段高プラス 5.83%、 商い506万7100株ということで、昨日つけた出来高よりもさらに大きな商い伴いながらの上昇となりました。今日つけた高値は1時49分855円、あと2円というところですね。終値は853円になっております。もう一段ですね、出来高伴いながら加速して上昇していくか、注目をして見ていきましょう。以上5銘柄となります。これの注目銘柄と合わせ、皆さんご自身でチェックしている監視銘柄含めですね、チャートだけでなく板をしっかりと見て判断し、欲を出さず冷静にトレードしていきましょう。それでは本日はここまでといたします。もう一度皆様のチャンネル登録ぜひ行ってください。今回役に立ったという方はぜひ高評価ボタン、いいねボタンを押してください。ご協力お願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。明日は勤労感謝の日、祝日となっております。ゆっくりと体を休めていただいて、また明後日木曜日から引き続きトレード集中して頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょう。失礼いたします。